3倍頑張れ。頑張ります。1時間か30分どっちにしよっかな。今1時間今日やっとく方がいいか。貯めてるポイントを消化するか。なんかプラチナポイントがもらえるらしいです。今週のもんな本気運動見に来ました。よろしくお願いします。さあ全然やりたくない。1時間走行身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。足につけたジョイコンにリングコンをぶつけないようにしましょう。1時間外きついと思うけど、まあ、きついよね、はい、きついけど、その調子です。このゲームの難易度がもうだいぶ結構上の方に行ってるから、次はかかと上げストレッチ。30分で1秒クリアできないんじゃないかっていう。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。問題もある。腰痛改善のトレーニングにもなります。ラスト1回、はい、このその調子です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。前に重心をかけずに下に沈むことを意識しましょう。腕もしっかり上げることを意識しましょう。ラスト1回ずつ、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。体側や腕の筋肉のストレッチになります。ラスト1回ずつ、お疲れ様でした。あ、配信を見て全く一緒に体を動かしてない視聴者からしたら今の何がハーなんだって思うだろうけど、まあまあきついんだよな。ストレッチがまあまあきついんだ。本当に生きてる？やってみ、一緒にやってみ。文句言わないとり。はい。うん、そんな興味ないんで読んでないんで、ね、飛ばしてもらっていいです。ねえ、本当いらない。1割ぐらいしか目通してないわ。ムカつくんだよな、どのキャラも。見た目も喋り方もムカつく。1時間です。わらわら、さあ、長年の謎があるんですけど、私の部屋に椅子を置いてて、そこに裸足で、さあ、スキルを選ぼう。裸足で過ごしてるんですけど、なんか椅子の下に謎の粉が溜まるんだけど、みんな溜まる？伝わるって言うかな。って単独のやつしかないのかな。上げ下げコンボ、なるべく元気よくしっかり動こう。おにぎり話すのって何？ゲームがうるさい。これでも調整して始めたんですよ。ひひ、ゲーム音ちょい下げくらいでいいかもくらい。はい、下げました。どう？
なるべく元気よくしっかり動こう。ありがとうございます。背筋をしっかり伸ばそう。2、1、2、1、2、1、あと半分。2、1、2、1、2、1、2、2、あと10回。1、2、1、1、2、1、2、1、あと5回。2、1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 
腕じゃなくお腹に力を入れよう。箸でもおかしくない？箸ってさ灰色じゃないの？灰色ってか肌色みたいな、灰色みたいな黒い粉なんだけど、うちの椅子の下にたまるの。椅子があれなんかな、削られてんのかな。まずい。髪削れてるじゃん絶対。そうなのかな。でもまだね6年ぐらい使ってるけど、そんなまだいけるなと思ってまだ交換する気ないんだよね。でも毎週毎週そんな毎週掃除機かけてないんだけど、掃除機をかけるたびに、うん、今日も椅子の下に粉が溜まってるなと思って。あ、よし行こう。座りながら。腹筋と腹筋とか削れてるか。焦らないで持ち上がろう。しんど。腹筋だろ。ショートアームとかも動かすとこまでたりする。ああなるほどね。しっかりと押し込み続けよう。削れてるってことはもう交換時期なのかな。石の部分が削れるなんてあるかな。くるくる回転してる時になんか粉が削れてる。粉ってか石。ここは無事だね。しっかり水分も取りなよ。トライセプス。座って不便じゃなきゃいいんじゃないの、交換しなくて。座って不便かも。さあ行くよ、二の腕を。削れてる箱は簡単に、いつでも濡ればいいけど。不便なことに生き慣れてるから不便と感じないんだよね。だから不便かわからない。いいよ、輝いてるよ。いいね、倒せたね。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。ね、削れてるとこわかんないんだよね。こうしゃべるまで椅子のなんかメッシュの部分が削れてんのかなと思ったけど、考えてみたらありえないよ。座ったら変えときか言いようがないな。そうなんですよね。椅子選びってめんどくせんだよな。万歳モーニング。さあ行くよ、体幹の強化におすすめの運動だよ。いいよ。エアコンが、エアコンが弱いぞ。椅子選び失敗すると処理めんどくさいもんな。まあ、うち椅子今まで人生で一回しか買ったことないから、今その椅子ないよ。人生の初椅子とずっと付き合ってきてるから。そういいね。処理捨てんのもめんどくせえしな。肘を少し曲げて僕を引っ張り続けてみて。顔だけ入らんじゃダメ。ああ、それは言うよね。一番最初椅子買うときにやっぱ合皮はボロボロに。ってかうちのあれなんよ、実家でさ、なんかソファーがあったんだけど合皮のソファーだったから、年月が経つことにどんどん座れば座るほど皮膚に皮がくっつくという現象が起きて、もう合皮はダメなんだなと思った。なんであんな椅子が現実に存在してるんですかね。色を選んで。桃でプッシュ。よし、行こう。リングコーンを落とさないよう気をつけて。オッケー。よし。いいぞ、いいぞ。よし。完璧。オッケー。よしよし。その調子。ペース上げていこう。よしよし、いいよいいよ。ラスト1回、焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード。
あのさ、テレビ番組を見てたらさ、まさかのワンピースのネタバレを食らったんだけど、まあ、ジャンプ毎週ジャンプ買ってるワンピース読んでないんですけど、みんな歌っていうキャラ知ってる？なんか今ワンピースの映画やってるらしいじゃん。なんか歌っていうキャラが主題歌歌ってて、その主題歌はアドが歌ってるんだけど、上げ下げコンボ、なるべく元気よくしっかり動こう。芸人が、そのテレビ出てる芸人が今映画やってるし、あのなんか原作はシャンクスがうんぬんかんぬんですからねとか言ってて、あ、シャンクスと歌何の関係があんのって思って、普通にその番組を見続けてたの。そしたらまさかナレーターがシャンクスの娘歌がとか言い出して、みたいなそれ言っていいのテレビでと思ってびっくりした。ネタバレ食らいました。そう、今さら追えないんだよな。なんかもうそんなあれなんだね、ワンピース読んでない身からしたらすげえネタバレだけど、ワンピースってもう日本代表漫画だから。よし動こう。それはみんな硬い床の上で行うと当たり前みたいな感じで、ね、いいね輝いてるよ。いいよ。いいよ。いいね。いいよ。よし、ペースアップだ。オッケー。いいね。いいね。ラスト1回。よっしゃ。よくやりきったね。焦らないで立ち上がろう。自分の下半身が重すぎる。ハートが少ないよ、気をつけて。ワンピース派魚人気まで断念した。知らない、そのうちはさ、空島編で去った。ゆっくり倒そう。足の裏で床を押して両足を引き締めよう。これ肩付近が気持ちいいわ。ゆっくり戻そう。釣る一歩手前までの気持ちです。完璧だね。よし、まだまだいけるよ。上げ下げコンボ、なるべく元気よくしっかり動こう。1、2、1、2、1、1、2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 、1、
ナスとキュウリのなんか馬車みたいなやつ作る。うち作んないんだけど。あれ作る家が一般的なのかな。ね、もうツイッターでたまに写真見るじゃん、やっぱその時期になると。なんか実際のキュウリとナスよりも絵で描いてるやつの方がよく見るよな。へー、あれは一晩かかってくの。頑張れ、発揮のポーズ。ゆっくり左へ倒そう。熱いバトルだったよ、お疲れ様。ボスじゃないと案外いけるな。僕をしっかりお腹に押し込んで。敵？この鳥何？敵？これうち操作してんのかな？してるよな。
腕がしんどい。お腹に効果があるか一切感じられない。あ、しんどい。二の腕がしんどい。ゴール。さあ、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーをため、全身を伸ばしてビクトリー。ビクトリー茶番ムカつくな。調べません。まだ実家に持っていくお土産何も考えてないんですけど、なんだっけ、この間教えてもらったさ、パカタのなんだっけ、なんちゃらもん、うまいもんじゃなくてなんだっけ、あれにしようかと思ったら、やっぱ注文するなら送料無料がいいじゃないですか。全部送料かかってもやめました。あ、しんどい。お盆帰るんだ。パリを明後日 PCR 検査受けて、で PCR 検査受けたら、検査日から3日間は有効らしいから、それで帰る日は一応かかってないということが証明されるから。バンザイモーニング、まあ、帰ったところで畑以外行くとこないよなんて。体幹の強化におすすめの運動だよ。いいね、ナイス、いいね。山形帰って、一番心配なのどれだけ蚊に刺されるかな。うちの家さ、顔を寄せつけないハーブとか、あれ入ってる顔を寄せつけないものがあるんだけど、それを今からお母さんとか刺されないって言ってるんだけど、うちは平気で家の中で刺されるわけ聞かないわけそんなもの。押し込むとき PCR 検査しても帰る途中で移りそうだけど、まあ、確かにね。でもね、山形もなんかもう1万人とか出てるんだっけかな。1万人はさすがに多いか。どうだっけ、鬼山君つけとって。何、鬼山君って。ドよし動こう。二の腕をなんかあれコンセントにつないで顔を寄せつけないやつ、いいよ。これ会社で使ってたらそれは効き回ったな。いいね、すごい、よし、素晴らしい。さすがに太って体の体内の健康状態が良くないので美味しくなくなったのか、よし、1年に100箇所ぐらい刺されてたのが今もう20も30もいかないんで、だいぶマシになりましただから体が健康になるとまだ100以上ね、刺されるかもしれん。グリップをなるべく強く握り込もう。よし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 、いいぞいいぞ。トレーナーの中で刺されるよ。いいね、キレキレ。部屋の中でとか家の中で、よし、ペースアップだ。いいよ、オッケー、ラスト1回、オッケー、最高だったよ。腕じゃなくお腹に力を入れよう。
車の中でも刺せるし、頑張れ。桃でプッシュ。どこで刺されるのが一番ムカつくかって、電車の中で刺されるのが一番ムカつくんじゃない。他にも餌あったやんって言った。さあ行くよ。足を閉じるときはお腹に力を入れよう。いいよ。その場所に眠ってるよ。ペース上げていこう。オッケー。いいね。いやーお疲れ様。もう汗かいてきた。水分取ろうね。でもこれは長女が使ってて、で使わなくなったからもらったお下がりだから、そんなね代々家で使われてたものをまだ使えるのに捨てるなんてありえない。これうちがあれだから、うちの毎日のタオルケットだから、これがないと腹が冷える。アスのマットってそんな強いんだ。くそ、汗かいてきた。肩に布がついてるの熱すぎる。あ、はい、ですね、日本車のナンバープレートはだいたい4桁ですけど、4桁の間に22でハイフンが刺さって置かれてるじゃないですか。でだから2桁2桁になるじゃん。それはなんでかっていうと、目撃者が4桁よりも2桁にした方が覚えやすいからってやつで、2桁と3桁のナンバープレートにはその配布はない。今日のテレビで見た。そのまま僕をお腹に押し込み続けて。まさか。急いで逃げなきゃ。殺せばいいだろ。殺せ。ゴールが見えるぞ。見慣れすぎでしょ、この手。FPS やってるよりも、運動ゲームやってる方がイライラするわ。伸ばして。熱い。私ももうオーバーワークだなって思ってるんですけど、1時間やんないといけないんです。バンザイコシよりレベル3、もっといっぱい設置できればいいのにね。寝るのいないよ。飲みたいんですけど、この通りマスクをしているのでめんどくさいんです。なんか1時間部屋の中で運動して熱中症脱水症状はならんやろ。295。ところで効果が出てる？いいえ、全く。これはもう
ハロー、久しぶり。よし、飛ぼう。出た。二の腕ダメージ運動。湖の近くに住んでる人とかって涼しかったりしないの？あーそうか、虫の問題があるとじゃあ水で住みたくないわな。これ3つ刺してるって、このこいつの左腕右腕は敵判定なんだろうか。そんなことないな。桃でプッシュ。水があるとこかがすごい。さあ行くよ。座りながらしっかり下半身を鍛えよう。OK、 いいね、いいね。ラスト1回、よくやりきったね。スキルを選んで。じゃ蚊が一番この世で憎い虫だから無理だな、水をするの。上げ下げコンボ。なるべく元気よく。今期さアニメ全然見てねえなって気づいて、一本も見てなくて、朝リコリスリコイル見て、あ面白いってなって、アニメの面白さを久しぶりに感じました。あと半分、今期あれか、あとシャドウハウスと、あとなんだっけ、あと何見とけばいいの。なんか影掛け狂いがネットフリックス限定で来てたけど、あのノリちょっときついんだよな。一話見て切りました。オーバーロードしか見てない。オーバーロードって骸骨のやつだっけ。これなんか 2期か3期かぐらい言ってんじゃないっけ今。僕を押し込んだままお腹の前まで振り下ろして、涼しい。エアコン様様、4機Don't のスイッチないのかな。リングフィットアドベンチャーってなんか普通にありそうだけど、このゲームは簡単に手に入ります。ヨネ、ゲッキングストロンゲア、ノーノー。全然全然継続できてない。いやもうすでに汗だくないよ。なぜなら普段こんな半袖着て肩まで隠してないからさ、家の中で。半袖があるね。このここの部分を包まれるだけですごく暑いの。注目してスキルを選ぼう。ステップアップ。汗だくだから本当にエアコンつけようが、エアコンつけないでやったらパソコンが死んじゃうから。熱気が部屋にこもって言ってじゃねえわ。すいません、マイクを思い切り打ちました。あと半分、ワン、ツー、ワン、あと10回、ワン、ツー、ワン、
私が所有している唯一のスイッチゲームは動物の交差点です。動物の森動物の交差点って何腕じゃなくお腹に力を入れよう。でもこのゲームは運動好きじゃないと続きません。私はこのゲームを買って2年ぐらい経っていますが、未だにクリアしていません。なぜなら運動が嫌いだから。30分来たー。他の地雷点趣味あるの？エペックス。さあ、スキルを選ぼう。エペックス以外には続いてるやつないかも。万歳腰振り。なるべく大きく腰を。やりたいなと思ってるんだけどさ、ギターもやる時間ないな。手芸はあれ趣味じゃなくて配信としてやってるから。あと10回。5回。完璧だね。敵がふらついた。チャンスだよ。ラッシュお腹ツイスト。しっかり動いてたくさん攻撃を当てよう。な。目が回りそう。最高。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。無音で痩せてきたね。どこがどこがハートが少ないよ。気をつけて。折りたたむポーズ。ゆっくり倒そう。美脚効果も期待できるよ。嘘、なんでこれが足。そもそも腰掛けががっちり系なんじゃね。そうかも。肩幅もともと狭いね。ゆっくり戻そう。いい動きだったよ。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。終わったら久しぶりにプロテイン飲むぞ。一時見せるすげー食べてすげー取ったら腹筋が出るんじゃない。でも別にさ、今そんな我慢して食ってないわけじゃないんだよね。はい。でもこうやって見ると細く見えるね。向きの問題だわ。疲れてきたかな。頑張れ。疲れました。桃でプッシュ。して気持ちいいことって一つもねえんだよな。汗のペタペタ感もムカつくし、汗かくのが気持ちいいっていうあの人種になれるからな。あれになれたらまだ運動好きになりそうだけど、嫌いな運動した上に嫌いな汗をかくて最悪でしかないんだが。文句しか出てこない。上げ下げコンボ。なるべく元気よくしっかり動こう。1、2、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、それでも嫌なんだけど。はい、出勤の1時間終わったらプロテイン飲んですぐシャワー浴びるけど、それでも深いだけど。息を吐きながらお腹に力を入れて。よし、スキルを選んで初キのポーズ。あるっしょ。うちのみんなには大した運動に見えないだろうけど、
ちも半日仕事したぐらいの疲れを感じてるよ。最高のバトルだったよ。いやプールにしたいんだけどさ、そうプールがね汗を一番そのかいてるという実感がなくてすごくいいんだけどなぜプールに行かないかって言ったら、今のさすがのコロナの感染者数見たらさすがに行けないさすがにもうかかるだろうってなるだろう、毎週末プールなんか行ったら。それは言い訳じゃない。今プールに行ってる人間はコロナにかかってもいっかぐらいの感覚でしょ。泳げる、まあ泳げるというほどではないが、このバタフライ以外なら泳ぐ形は取れる。いいよ。ゲップが出るのってさ、なんでない夏祭りなど開催してるし、もうね。ねえ、完璧に。はい、元気、ヨア、ハット、メイバス、デイ、デス、イカラク、山形って学校の分外。そうだよ、外で。私はあなたの帽子があなたのマスコットキャラクターのデザインが必要と。どういうこと？マスコットキャラクターに帽子をかぶせた方がいいって話。合ってるんで。検討します。やったね、ボスの面じゃねえといいな。ボスだるすぎるけど、ボス以外まで許せるな。伸ばしてフィートリー。はい、なんかそういえば V スタジオの、いや、センキューヒー、ノーヒー、ノー、ノーヒー、It is she 彼は彼女です。どっちも嫌だなイエス、Thank you. I do three hair. Ready.買いますと私は彼女に帽子をかぶせることを検討します。確かデフォルトで帽子ないから帽子かぶってねだけだと思うけど、腰が壊れる、こんな箇所でもグッズ展開が可能なんですか。はぁ、やめろ。こんな頑張って膝曲げてんのに何がマイナスじゃん。てか、あれじゃない？ゲームバグったってぐらい、霧が濃いな。腰と膝が壊れるにゃ。あんまり求められてないのにグッズ作るの勘違い配信者みたいで恥ずかしいな。絶対誰も注文しないやん、今のノリで作って。パソコンの集中、どんどん勘違いしてこう、腐るほどいるじゃん。まあね、そうなんですけど、それの一体となるということが恥ずかしいという話です。いや、あの絵が被るぐらいならゲンガーじゃないががグッズ展開した方がいいよね。グッズてかそうだよ、だからうちはゲンガーじゃないがのスタンプを作っているんだが、ウォッチパーティーをしない限りそれが進まないという。
しんどいボスタイムだぞ。あと20分でボスを倒せると思えない。頑張れ頑張れ。スキルを選んで。ストップアップ。なるべく元気よくしっかり動こう。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン。ごめん、ゲーム前行けなかった。ごめん、動いててチャットが読めない。ちょっと待ってね。止まらないとチャットが読めない。みんなに気を使ってボユミちゃんの音量下げているから。あー、値上げね。何もすんだろうね。うちケチな女だから、今の年5000円も若干うーんって思ってるし。よっしゃ、ラッキー。正直別にウォッチパーティー以外でアマプラ見ねえから、いらねちゃいらねえな。うち今年間で入ってるわ。損をすることが嫌いな人間だから、年間で入った方が安いということを知っている。初キロポーズ。てか、なんで雑魚敵がボスなん？俺みたいのある時だけ入ってる。なるほどね。ゆっくり左へ倒そう。しっかり背筋を伸ばそう。体幹鍛えたいな。なぜなら体幹を鍛え、体幹がいい女ってかっこいいから。普段ハフルばっか見てるから。フールフールかっこ笑い。左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。フールは数年前に見限りました。まあフールはあれよな、日本のドラマが好きな人がメインよね。ゆっくり戻そう。上げた足の膝が真横に向く。今フールって何が面白いの？フールって限定ドラマとかあるんだっけ？よくやりきったね。腹筋ガード。ドラマもドキュメントも海外しか見ないから。お腹に力を入れよう。あ、死にそう。ネットフリックス破棄したわ。マーチャネットフリックスは切らない。月2200円とかだっけ、900円だっけ。ネットフリックスオリジナルとかでとしかなかった。そんなことないね。ネットフリックスのオリジナルの面白いドラマを教えてやろう。ちょっと名前は出てこないが、オレンジーズニューブラックはレズだし、You 君がすべてはなんか登場キャラ全員頭おかしいし面白いよ。あとなんか有名なやつあるやん、なんだっけ、ほら子供が主役のデッドバイデイライトにも採用されたやつ。ゆっくり倒そう。肩甲骨を真ん中に寄せるイメージで。無理ないね。しっかり。嘘だろ。ゆっくり戻そう。ネットフリックスか。アニメ特化じゃないもんね。あ、そうそう、ブラックミラー。ブラックミラーそろそろ新作来ないのかな。息を吐きながらお腹に力を入れて。人形のやつとかうち結構好きだったんだけど、あれは歌が良かったのか。よっしゃ、ラッキー。こいつこのカタツムリ攻撃してこないなら単体攻撃やめろこいつら。殺しても復活させられそうだし。アマプラで8月末にスパイダーマンの最新作に放題らしいぞ。でも映画館で見たので。頑張れ。
アベンジャーズのウォッチパーティーしようとするといや、いいですみたいな感じだし、みんな万歳腰振り、なるべく大きく腰を振ろう、このエッジでしかない運動が本当に体に効いてるんだろうか。あ、待って、バンドが下がってきた、あ、バンドが下がってきた。そんなことないです、精神的には楽でも体は悲鳴を上げています、おそらく。押し込むとき足は軽く曲げて、全然削れてねえなぁボスの HP が全然削れてねえ。なるべく元気よくしっかり動こう、ワンツーワンツーワンツーワン、 S 字をしっかり伸ばそう、ワンツーあと半分、ワンツーあと10回、ワンツーワンツー、 ワンツーあと5回、ワン、ツー、ワン、パーフェクト、腹筋ガード、息を吐きながらお腹に力を入れて、クソ野郎がすごいねあーボス面おもんねボス目おもんねー、スリップノー、グッバイ、グッナイ、ゴードミズト、シーユー、ロむっちりしてますね。61キロなんでむっちりしかしてませんけど、あ、てか最近スキルとか振ってなかった気がするけど、最強なシラッシュ、うめえドリンク飲みてえなあ。パフェ食いて、ちょうど今は桃が旬ですね、どこも桃のパフェを出しています、しんどい立ってると腹の肉つかめないけど、座ってると腹の肉こんぐらいつかめるけど
圧が心配。そうなんです。食事制限できる人すごいよね。平日ただでさえ美味しくねえと思いながら飯食ってんのに、さらに美味しくねえ飯なんか食えるかったらしい。こういうスムージーっつって野菜をコッパみじんにして飲む飲み物には若干憧れがあるんですけど、絶対に続かないのでミキサーは買うべきではないと分かっています。米かパン減らせばいい。最近昼も朝もパン食ってんだよね。いや、あれよ、あの1個とかしか食ってないんですけど、でパンに飽きたら、こんにちは、こんにちは、セブンのコーン粒マヨコーンスティックと糖質を控えたハームチーズディニッシュをしか食わないんですけど、それを一つずつ、朝粒コーン、昼糖質控えた食って、で間食としてカロリーメイト2本を食べるみたいな感じ。でもすぐさ食う飯に飽きるからさ、それに飽きたらローソンのツナマヨおにぎりと、なるべく元気よくしっかり動こう、梅おにぎりとか、もち米、枝豆おにぎりとか、しっかり動いて脂肪を燃焼させよう。あと半分、帰りあえて一息歩く、無理なんだけどさ、ちょっと待ってね。それに対しての言い訳があるからちょっと待ってね。あと5回、よし、気は抜かないで。パンズボンが張り付いて足が上がらん。こんな感じでさ、うちが今履いてるワークマンの靴さ、この絆創膏のところめちゃめちゃえぐってくんの。だからこんな風にずっとここに絆創膏つけてるんですけど、あー、つりそう。そんな靴買い替えろや、わら。ああ、動けない。哀れ運動不足女。動け、動け。ずらしちゃって直そう。あーあー、終わり。足上げたら股関節がいっちゃった。あー、終わり。お水飲みな。マスクを外すのがめんどくさくて、いや、これ終わったらガブガブ飲むんだけど。そうそう、あのなんか朝晩に寝てる最中に釣って起きることが夏は増えるらしいんですけど、それは水分不足らしいんで、皆さんちゃんと水を飲みましょう。で、医者が言うには1時間に1杯の水を飲むぐらいのペースがいいらしいです。情けないですよ。まさかちょっとかかと見せようかなって足上げたところでこんなところがつるなんて、こっちは思ってないじゃないですか。押し込んで。今股関節押し込んでるから。靴買い替えてある、いた方がいいな。大丈夫、足痛くてあるじゃないとかないよね。ないない。でもね、靴選びも難しいのよ。履いたところでうち普通になんかその後買って帰って次の日歩いてたらそういう風に靴ずれするとかあるから、そのワークマンの靴はかかとをえぐられる以外に問題がないから、毎日ここに絆創膏を貼っておけばかかとはえぐられないの。
かかとえぐられないだけで他にそんな不便はないの。30迎えたらびっくりしますよ。自分の体力の衰えに。ワークマンの服やしいやつだろ、帰ろ帰ろ。やしいやつだけど、でもかかとをえぐられるだけでだいぶ問題だと思うんだわ。でもワークマンで一番売れた靴だし、万歳腰振り。うちが選んだやつがダメだっただけかもしれないし、そしたら別にね、あのかかとのなんか保護剤みたいなあるじゃん、シール、あれを瞬間接着剤とかでくっつければ絆創膏も貼る必要ないかもしれないし、ちょっと瞬間接着剤探すのがめんどくさくて、そのワークマンの靴を買って以降ずっと絆創膏をしてるんだが、押し込むとき足は軽く曲げて。簡単に入れれるかなって思ったんだけど、靴が簡単に貼れるタイプの靴じゃなくてすぐ剥がれ落ちたの。死ね、もう生き返るなよ。不愉快だ。してあるけないけど靴を買える気がな、いかやく。いやだってね、その前になんだっけ、ほらあれと虎のやつの靴をアマゾンのなんか体験できるやつ使って、でよし履けた、うん、まあいい感じじゃないと思ったら、ここが赤くなっちゃって全然履けないじゃんってなって、それでもうなんか靴ダメになってるから。靴底からかかとまで全体を包むタイプのもあるよ。へえ。うん。タッキンばっか見てたわ。確かにワークマンの靴見た目がダセえから変えてもいいんだが。ちょっともう今日はボス無理だな。雑魚戦やってお茶を濁します。あと4分間。一回靴屋行って相談してこ。すげえ真っ当なこと言ってるけど、あと4分しかないんだ。それは私の性格を加味してないですね。私はコミュ障。もうあと4分だね。やった。あ、早く終わろう。レディーゴー。足の形変なのかもよ。チャンネルポイントにリングピット延長がないんですけど。ないですね。だってこの腰痛改善の効果が期待できるよ。そんな長時間配信映えしないし、このゲームうちも体力続かないし、うちのことを考えてくれるのであれば1時間が最長なんよ。水分補給もできないしね、体が危ない。じゃあフランク追加していいですか。ダメです、今日やりません。今日はもうしんどいのでやりません。倒している方のウエストを意識して。マジなんか自分へのご褒美のようなものを食ったら運動しなきゃ減らないシステム、なんなの。太らなきゃいいじゃん、うんことして消失すればいいじゃん。何食ったの。いや毎日お菓子は食ってるけど、今日はチョコパイとうまい棒しか食ってないよ。その分1分抜くとかすればいいじゃん。はぁー嫌です。でも休日は朝飯食ってないからね。疲れたもん。
チョコパイ食べたんですか？はい、でもちっちゃい9個入りのやつなんでちっちゃいチョコパイですね。スムージー作って時間満たそう。9個も食べたのかよ。1個しか食べてないです。家にチョコレートがないと精神が安定しないんです。食べちゃうことが問題。ラスト。じゃあお菓子くんのと酒飲むのどっちがいいんですか？ご褒美がないと生きていけないんですけど。チョコ検証。そう、サラダ食べてください。いや、シーザーサラダとかなら食いたいけど、シーザーサラダって案外作るのむずいじゃん。なんかパンの固まったやつと、あのドレッシングと、あとは、でもそれぐらいか。あれを常備してなきゃいけないでしょ。いや、言って塩分もう、そう、酒よりはチョコじゃね。チョコ食っていいって意味。ドレッシングなしに決まってますが。いやです、野菜ジュースで勘弁してください。はい、1時間経ったので終わります。気にせずガンガン食べて70キロになったら考えよう。そこまで愚かな人間じゃないです。お疲れ様でした。お疲れ様、お疲れ様、マッサージしてね。